カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。町山さん、はい、どうもお邪魔してます。はい、はい、ね、なんとなんと今日はスタジオに町山さんが来てくださってます。はいはい、すいません、ありがとうございます。本当急遽ね来てくださって、私たちも1時間前ぐらいに来たんですよね。そうそうそう、そうなんですよ。すいません、嬉しい。いやいや、嬉しいですよ。急にいろいろありまして、はい、そうだったんですね。そのいろいろというか、なんでスタジオ来れたかは今のところ秘密ですか？あのうちの家庭の事情なんです。あ、なるほど。プライベートの。すいません、久々にお会いできて嬉しいです。よろしくお願いします。お元気そうですね。あ、元気です。はい、おかげさまで。夏の町山さんだ。でも夏こっち暑いですね。こっち暑いです。もう何十年、何十年、あ、何十年ぶりか、夏東京には来たことがなかったんですよ。もう信じられないですよ、この暑さ。こんなことになっちゃいましたね。え、はい、本当に違う国みたいですよ。そうですよ ね、 ねえ、お召しになってるのもスポンジボブがなんかあのマッドマックスみたいな車に乗っているアロハシャツ。スポンジボブのアロハですけど、ね、かわいい、はい、いやー、この本当に暑いからもう日陰しか歩けないんですね、こっちってね。そうですね。日の当たるところは本当になんかね、野外フェスとか行く方が対策してないともう火傷みたいになっちゃうんですよ。ってぐらいやっぱ暑いんで。違う国だよね。気をつけないとですけど。ちょっとびっくりしましたね。はい、ということで、先週は70年代の末に韓国民主主義を揺るがした大事件を元に描いたソウルの春をご紹介いただきました。はい、こちらは今週23日金曜日に公開されます。はい、でかみちゃんも私石山も、うん、試写で、はい、拝見しました。この映画が韓国ではパラサイトよりね、はい、興行収入が良かったみたいな聞きましたけど、はい、この映画が流行る国羨ましいと思いましたね。まずだってこれもおっさんしか出てこないですからね。そうですね。全員軍人、全員おっさん、ね、なんか日本で同じような映画が描かれても、はい、なんかかなりいろんな工夫をしないとなかなか流行らないような気はするから、まあ、チョン・ドファン大統領とかのハゲ親父ですけど、日本でやろうとすると誰かイケメンがね、髪の毛ふさふさで演じたりして全然違う話になりそうですけどね。なんか率直にそれをすごい思いましたね。もうお国柄が違う感じもするし、まあ、羨ましいなっていう、はい、でもこれ正義の軍人のチョン・ウソンは西島さんでしょうね。ああ、それはしっかりもうしっくりくる、しっくりくるんですよ、ね、ただね無意味に脱いだりするだろうと思います。あ、そういうサービスシーンみたいな、ね。はい、レンゲちゃんはどうでした？なんか本当にこう硬派な映画 で、はい、で、あの明かりとかその場所の使い方がすごくどこのシーンも良くて、なんか見応えがありました、映画として。もう夜のシーンしかないんですよね。あ、そうだ、一晩の出来事なんですよ。はいはい、はい、でたった一晩でもしかしたら韓国が民主主義を貫けるか、ね、クーデターで軍事政権になるかというのはもう軍人たちの間で決められていたというね。誰も知らなかったんですよ、韓国民は。すごい話ですよね。はい、すごい手に汗握る、ね、映画で、まあ、本当にサスペンス映画としてもものすごい超一級のエンターテインメントなんで、ぜひソウルの春ご覧ください。はい、はい、そして今日ははい、今日はね、これもね、同じ今週は8月23日公開の映画でかぶっちゃうんですけど、はい、ポライトソサエティというイギリス映画を紹介します。はい、ずっと踊っちゃいますよね。ずっと踊っちゃうけど、これどういう感じします、この曲聞いて。なんだろう、めっちゃやっぱ陽気なというか、なんかバイクに乗って向こうからバーッとやってきそうな感じがしました。この辺からねボーカルが入ってくるんで分かるんですけど、これヒンズー語なんですよ。でこれはいわゆるボリウッド映画の、そのまあ、ボンベイで作られてるインド映画あるじゃないですか、はいはい、ミュージカルの歌って踊ってに、クエンティン・タランティーノタッチを加えた、はいはいはい、パルプフィクションっぽい感じでプラス007ジェームズ・ボンドの主題歌っぽいのを混ぜたっていう曲なんですね。これが主題曲なんです。最高ですね。はい、で今言ったみたいにミックスの仕方と、まあ、この映画自体がそうで、ボリウッド風クエンティン・タランティーノ風、クンフー
アクションミュージカルコメディです。これミュージカルでもあるんです、ね、ミュージカルでもあります。踊りがあります。まとまりますあんまりうまくまとまってるのかな、とりあえず盛り込みましたみたいな感じになってるんですけど、これイギリス映画なんですよ。しかもへで出演者は全員、イスラム教徒です。はい、で監督はパキスタン系ですね。はい、だからパキスタン系の人ってすごくたくさんその、まあ、イギリスに住んでまして、はい、まあ、昔インドだったんでね、でインド系とかそういった、まあ、バングラデシュ系の人たちとか住んでるんですけど、現在そういう人たちがどうやって生きてるかっていうのはこの映画でわかるんですよ。でやっぱりあの若い子たちはやっぱりもう本当にクラブ行ったりね、してるんですけど、でも親の方はですね、まあ、非常に伝統的な生き方を選んでて、そのこのタイトルのポライトソサエティっていうのはまさにその礼儀正しく伝統的な、まあ、社会という、そのイギリスにおけるイスラム教徒たちの、まあ、社会を意味してるんですけど、ヒロインの女の子はリアちゃんっていう高校生なんですが、それが大嫌いなんですよ。ね、で夢はあのアクションスターになること、まあ、具体的にはスタントウーマンになりたいんですね、はい、でところがそんなものを許さないわけですよ、っていうのはイスラムの、まあ、パキスタンの社会っていうのは女は子供を産めだから、それが幸せだよみたいな感じなんですね。そうなんですよ。でもそんなクソくらいと思ってるわけですけど、ただお姉ちゃんは味方をしてくれて、そのお姉ちゃんはアーティストになりたくて、美大に行きたいと思ってるんですけど、それで2人でいつも一生懸命 YouTube とか作ってクンフーアクションとか撮ってるんですね。そういうダメ姉妹の話なんですけど、ね、ところがそこでお姉ちゃんのところに、まあ、見合い話が来るわけですよ。ね、でそうするともう超イケメンの、まあ、医者のですね、まあ、大金持ちの、もう本当に夫にするなら最高みたいな人が来るんですね、はいはい、うん、でお姉ちゃんがどうもそれ彼と、まあ、結婚しそうになってくると。そうするとこのリアちゃんは裏切られたと思うわけですよ。はあ、そっか、一緒に夢を追いかけるんじゃないのって。そう、私たちはそういうイスラムのね、その女は子供を産めって、そっからねもう逸脱して自分たちのやりたいことを目指すんじゃないのと、なんでお姉ちゃん私を裏切るのってなってくるというね、話で、それをね、クンフーアクションミュージカルコメディにしてるんですよ。すごいなと思いますけど、で、まあ、これは実際にこの監督のニダ・マンズールさんという人自身が体験したことで、彼女自身がそのパキスタン系 で、で兄弟がやっぱりそういうポップカルチャーが大好きで、弟かな、なんかいて、で2人でいつもパンクとかばっかり聞いたり、パンクバンドやったりしてたみたいなんですけど、だから音楽がねすごく趣味がねオタクというかね、すごい映画なんですよ、このポライトソサイティって、そのニーナちゃんが普段クンフーとかやってるんですけど、でお姉ちゃんがお嫁行っちゃうよーって言うと、あのなんとこのとんでもない日本の歌がかかるんです。ちょっとかけてもらえますか。浅川真紀さんの、ちっちゃな時から。ちっちゃな時から浮気なお前でいつもハラハラする、おいらはピエロさん、さよならお嫁に行っちゃうんだろう、今さら気にするのか俺を、はい、うん、これね初めて見た時この映画を、この、女子高生のねリアちゃんがお姉ちゃんお嫁に行っちゃうよって英語で話してるんです、行った途端日本語でお嫁に行っちゃうんだろうって歌が上がったから、なんか結構なんだろう、めちゃくちゃな世界観ですよね。その言葉言語も統一されてないし、言語も統一されてないし、そう、ね、で文化もめちゃくちゃでしょ、だってイギリスだし舞台が、それでパキスタン風の、まあ、パキスタンというか、まあ、インド系のね、踊りと衣装を着てて、ね、でこの曲がかかるからめちゃくちゃだなと思いましたね。めちゃめちゃなんですよ。それはイギリスのお客さんは見て、はい、パッと分かるもんですか。分からなかったと思う。あ、ですよね、これね奇跡だなと思って、これこの監督のニダ・マンズールさんが、まあ、
なんていうかマニアックなレコードが売ってるところがあるんですよ、イギリスは結構、はいはいはい、あのビニール版が、うんうん、そこで曲を探してたらレコーダーの人がこれ聴いてみろよっつって、これ日本 その1970年前後に流行ったまあソウルブルースなんだと、浅川真紀ってすごい人がいてねっつって聴いて、もう一発でこれだと思ってっていうことらしいです。その時に歌詞の意味も監督は分かってたんですね。分かってなかったんだと思う最初は。じゃあ本当奇跡的なリンクというか、奇跡的なことだと。このシーンでハッとするの日本をね日本語を言語にしてる人だけそうですよね。そうですよね。うん、ねしかもおじさんだから俺はリアルタイムで知ってるから、と思いました。浅川真紀って何かの間違いじゃないのかと思いましたよ最初。ね、でこれはねそういうねなんていうかはちゃめちゃなテーマ自体はイスラムのっていうかまあイギリスなんでね、はいはい、あの身分社会とも合体してて、まあ、貴族っぽいあのとんでもない文化があるわけですよ、はい、あの日本で今あのスカイキャッスルっていうドラマやってて、あのあれもそうですけども、まあ、上流階級のそのねそれこそ金持ちと結婚するそれ自体がもう人生の目的みたいになってるような社会に対して、まあ、クンフースターになりたいっていうと何を言ってんだお前はっていうところですけども、でこういう話がねこう非常にもう宗教から人種から全部入り混じって出てきてて、で映画のスタイルとしてはねクエンティン・タランティーノとかエドガー・ライトっていう監督の影響を受けてるんでカメラがいつも動き回ってるんです。へー、ものすごいリズミカルにカメラが動いててもう一瞬も飽きさせないというね、はい、これすごいんですけど、でこの人は実はこのポライトソサイティを作る前に、うん、イギリスでテレビシリーズを撮って、それが大成功したんで映画を作れるようになったんですよ、うん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 、でそのねテレビシリーズもまためちゃくちゃ面白いんですけど、これ絶叫パンクスレディーパーツっていうね、タイトルなんですが、うん、これ日本で今見れます？アマゾンプライムビデオなど、はいはい、全録は配信中という、うん、はい、300円ぐらいで1本ずつ見れて6話しかないんですぐ終わっちゃうんですけど、うんうん、これがねすっごい面白いのはね、ロンドンの、まあ、イスラムムスリムの女性たちの話なんですけど、うん、パンクバンドやってるんですよ。で、まあ、ヒジャブをつけたりねしてやってるんですけど、このレディーパーツっていうのはバンド名なんですけど、うん、レディーパーツっていうのはあの女性のあそこって意味なんですよ。あそうなんだ。ザ・レディーパーツ、ザ・レディーパーツ、うん、そういうバンド名でやってるから、このイスラムの社会では落ちこぼれの人たちなんですね、うんうんうん、もう親兄弟からはあんな汚い音楽やってとか言われて、うん、でただ彼らのね彼らじゃない彼女たちのその生活が描かれるんですが、非常にリアルで、多分もう本当に日本の人は全然知らないような、例えばハラルっていうそのイスラム の、はい、あのシステムに従って、肉は全て売られるんですね、うんうん、あのそのハラルじゃない肉を食べちゃいけないんですよイスラム系の人たちは、はい、でその肉屋で働いてる女性とか、その人はパキスタン系か、うん、はい、でイスラム系って言っても全部民族人種が違うんですよ、うんうん、このバンドレディーパーツにいる人たちは、はい、で一人ね頭のてっぺんから足の先まで完全にその覆われたあの真っ黒な布をかぶってる人が出てきます、はい、それマネージャーなんですけどバンドの、うん、この人がかぶってるのはブルカと言われるもので、うん、目しか出してないんですよ、うんうん、ね、で、もう腕の形すら出さない、へね、ところがものすごいパンクロックのマニアでこういうバンドを作ってるんですけど、彼女がやってるのは何かっていうと、商売としてまあ本業があるんでね、バンドで食えないから、はいはい、本業はエロ下着売りです。エロ下着売り、はあ、そっか、家でしかそのそう脱げないから、うん、そこに全集中するっていう。そうなんですよ。あの中東ってすごくお金持ちの人たちがいて、うん、それこそドバイとか、はい、あっちの方に行くと高級な超高級な人たちがさ、高級ななんていう あのデパートっていうか、あの、うん、まあ、ファッションの店がいっぱい出てるじゃないですか、はいはいはい、あれ買う人いるのって思いません？なんか本当にごく一部のためだけにやってんだなっていうイメージですけど、はい、そうなんですけど、うん、でもみんな被ってるわけですよ、ブルカとか、うん、体見せないわけですよ、目しか、ね、実はあのブルカの中は超おしゃれなセクシーなドレスとかを着てるし、下着も超エロいんですよ、へ、旦那にしか見せないんです、はね、うん、で化粧とかもすごいきっちりするし、うん、でもうアクセサリーいっぱいつけて、うん、で髪の毛も見せないんですけど、本当にウェイビーでゴージャスなこうウェーブがかかってる人たちなんですよ、なんかああいうね、そのなんか初期装備みたいな状態だと思ってました、中は見えないから、シンプルだと思ったでしょ、思ってました、
イスラムの人たちってああいうの隠してるから、うん、中もすっぴんで、ね、思うじゃない、はい、全然逆ですよ。もう、はい、超ゴージャスなんです、ね、超ゴージャスでセクシーでエロいんですよ。じゃあ買う人いっぱいいるんだ。いるんです、すごく売れるんです、ね、そう。だからあれはだからすごく逆転の発想なんですね、うんうん、でそれをしてる人がこのバンドのマネージャーなんですよ。へー。でドラマーの人はね、あ、ここに顔が全員映ってますけど、うんうんうん、ドラマーの人はレズビアンなんですよ、うんうんうん、でもレズビアンだからイスラムの中では全く認められてないんで、うん、非常に困ってると、うんうん、でだから彼らは 彼女たちはこのバンドをレディパーツ組んでふざけんなバカ野郎って歌ってるんですけど、うんうんうん、ねこれね、それまあここにギタリストの子を入れようってことになって、はい、そのギタリストの子はねアミーナっていう子でシリア系の子なんですけども、うん、ものすごく勉強ができて、うん、超一流大学で生物学を、研究してる大学院生なんですね、うん、はい、それでもう本当にイスラムのポライトソサイティの中で育ってるんで、アミーナは結婚することだけが夢だと思ってるんですよ。はあ、生物学っていうやってるのに、やってるのに、やってるのに、うん、カマラ・ハリスさんのお母さんは、はい、インド系なんですけど、うん、彼女もそのインドでは女は学問はいらないみたいな感じで、うん、だからアメリカに留学して、うん、乳がんの研究して、うん、すごい研究者になったんですけど、うん、まあやっぱり、まあ、イスラムじゃないですけど、彼女のお母さんは、うん、カマラさんのお母さんはヒンズー教徒ですけど、うん、やっぱりなんていうか、まあ男尊女卑がひどいんですね、うん、あっちの社会では、うん、で家父長制がすごいし、うん、でそれこそイスラムでは国によっては一夫多妻ですからね、はい、ね、でその中でこの当たり前だと思ってこの、主人公のアミーナちゃんは生きてたんですけども、うん、たまたまギターが上手かったので、うん、バンドに誘われちゃうわけですよ。大変だ、ね、ね、でところが人の前でね、もうヒジャブつけてるこの子なんですけど、うん、人前で自分の言いたいことを言うとか、うん、自分を表現するってことを考えても見なかった、うん、できないんですよ、うん、だから最初にステージに無理やり出されるとゲロ吐いちゃうんですよ。あらららら、らだってそう全くない価値観のところに急に入っていくわけですもんね。そうそうそうなんですよ、うん、人前で自分のことを言う、自分の気持ちをみんなの前で言う、信じられない。自分の気持ちがどこにあるかっていうのを最初は分からなかったですね。そうだからこの彼女は分かんなくて、とにかく結婚しか考えてなくて見合いを繰り返してるんですよ、うん、そこのバンドに無理やり入れられるとバンドの方はそんなことじゃないだろうと、はいはい、やりたいことやるんだよって言われて、ただ昔からながらの友達、彼女のアミナちゃんの周りにいる人たちはとにかく結婚よ、結婚しかないわよって言ってるから引き裂かれていくんですよ、うん、ね、そのイスラムの伝統的な社会とその男尊女卑的なねものと、あのそんなクソくらいって言ってるそのパンクバンドとの間で引き裂かれていって、うん、どうしようっていう話でね、コメディーですけどね、はいはいはい、はい、でミュージカルとしてすごくよくできてて、あのレディオヘッドのクリープっていう歌があるんですけど、はいはい、めっちゃ有名な、一番有名な、うん、めっちゃ有名な、ね、でそれを彼女が歌う時っていうのは、その彼女がバンドをやってることはバレて、しかも女性のあそこっていうバンドの名前が、バンドやってることはバレて、その伝統的なイスラム社会から弾き出されそうになった時に、うん、私の居場所はどこにもないって言うんですね、うん、でそこでクリープを歌うんですよ、うん、で そういうミュージカルになってて、うん、パンクロックとかそういう、まあ、ロックが、まあ、ロックって今滅びつつあるんですよ、世界中で。ギター全然売れないんですよ今。今やっぱり打ち込みになっちゃう。そうですか。バンド自体がちょっと流行りづらいというかね。そう、バンドが全く流行ってないんで、全世界で。で、ギター会社とかも次々と潰れてるんですよ。ね、フェルナンデスって有名な会社が潰れましたけど。びっくりした。ね、で、ただ、このイスラムの女性たちはやっぱりね、パンクロックで訴えなきゃなんないことはあるんだな、うん、今多分パンクロックとかロックンロールってのは世の中クソくらいとかお前らの言うことなんで聞いたらいいかバカ野郎っていう歌なんで、うん、そういう社会じゃなくなっちゃってるんですよ多分今、うん、やっぱりみんな苦労しててそれどころじゃない、ご飯食べるのは第一だみたいになってくる中で、うん、でもそんなんじゃ、ね、満足できないよっていうね、もう我慢できないっていうものすごい怒りを秘めて、パンクロックを歌う必然性が、ロックンロールを歌う必然性が一番あるのが、もしかしたらイスラムの女性たち で特にイギリスなんで、イスラム教徒っていうだけで、まあ差別されてて、で、イスラム教徒の中でさらに差別されてるわけですよ。で、結婚しないっていう選択をすることで、で、彼女たちのパンクロックっていうのはすごい
表現するものがあるから爆発するって感じで、うんうん、この地味なこのアミーナちゃんが突然こうクリップを歌う、うわー、ね、分かったっていうね、これね、で彼女たちがねバンドを組んで歌うのはねちょっと流してほしいんですけど、うん、あのクイーンの伝説のチャンピオンなんですよ。あの演奏はパンクなんでぐちゃぐちゃなんですけど、はいはい、ほら Time after time I've done my sentence But committed no crime。 ここはその、今まで僕たちは私たちは散々差別されてきたと、でもみんなに踏みにじられてきたということをずっと切々と歌ってるとこなんですけど、ここからだんだんでも僕たちは最終的には勝利するんだって歌うんですね。でこれはやっぱりあのこの歌詞を書いたねあのクイーンの、ね、フレディ・マーキュリーがね、彼もインド系ですよね。でしかもイスラムよりもマイナーなゾロアスター教徒で、ね、でしかもゲイだったってことで、まあいろんな差別を何重にも受けてた彼がね、で自分のファンたちと一緒に、ね、ずっと負け犬だと思われてたけど、最終的には俺たちはチャンピオンになるぞっていうね、すごい歌なんですけど、それをこのイスラムの女性たちがみんなで合唱するんですよ。いやもうだってね、これ演奏もだってあのそれ用というか、はい、ちゃんとカバーですもんね。そうなんです。ちゃんとなんかそのそうそう、これねちゃんと本当にこの人たち、ね、本当に演奏してます。俳優さんたち、ね、演奏してます。だからすごいいい意味でその全然クイーンの演奏技術に満たないその なんかそのコピーバンド感、最初のそのベースのベッベーみたいなのがそうそうすごいいいなって思ったの。初期衝動感を感じて。本当に演奏してるのもすごい、うん、このアミリちゃん本当にギター弾いてます。すげえ、はい、いやなんかゾッと今鳥肌が立った立つよ ね、 ね、いいんすごくいいのがねこのね、絶叫パンクスレディパーツなんですけど、はいはい、両方見たらなんかより ね監督が何を描いてるのかっていうのが、はい、うん、はい、もうね日本でもあんまり知られてないんですが、うん、はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、ということで今日は今週23日公開のポライトソサエティをご紹介いただきました。はい、町山さんいつまで日本いるんですか？あ、ちょうどね個人的な事情によるんで帰りがわからない。ちょっとこうふわっと、 ふわっと、はい、じゃあちょっと楽しくね、はい、暑いですけど、はい、はい、水分とってください。はい、はい、気をつけます。はい、この2本見たいですね。見たい、見よう見よう、うん、はい、ということで町山さんありがとうございました。ありがとうございました。以上アメリカ流れ物でした。